少しお待たせしてしまいました。冒頭私の方から地理的表示の登録について発言をさせてください。本年6月から地理的表示法に基づく登録申請の受付を開始し、審査を進めてまいりましたが、本日7つの3点について登録することとなりましたので、ご説明します。登録されますのは、夕張メロン、江戸崎かぼちゃ、鹿児島の角作り黒酢、八女伝統本袋、神戸ビーフ、田島牛、青森カシスの7産品になります。いずれの産品も地域の風土や長い年月をかけて培われてきた生産方法により生み出された地域の宝であり、生産者の努力の賜物と考えております。今後とも地理的表示の登録を進め、高品質な農林水産物等の差別化を図り、国内外での需要拡大を目指す所存であります。なお、本日12時30分から地理的表示登録3点の発表会と登録書授与式を開催をし、生産者団体から3点の紹介を行ったと、私から生産者団体に対して登録書を授与することとしております。もっと発言をお願いします。東京新聞、はい、東証予算のことなんですけども、TPP 大筋合意後の初めて作る東証予算ということで、今回の額面、内容、それについて評価をお願いします。平成28年度予算は明後日閣議決定をされる予定でありますが、農林水産予算につきましては昨日大臣接種を行いまして、前年度から増額となる2兆3091億円の提示をする予定であります。今後平成28年度予算で計上する施策が現場で着実に活用され、農林水産業に携わる方々への将来への魅力が後押しされるように、私も先頭に立って農林水産省を挙げて施策の内容を細かく丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております。来年度の予算につきましては、今年で終わる事業がありましたったり、また地方創生の方に62億円、お金を出したりしておりますので、今年並みの金額を守れるのかなということを大変案じておりましたが、自民党の農林部会、あるいは公明党さんの農林部会、関係団体の皆さんの力をいただいて、わずかに右肩が上がったことは良かったなというふうに思っております。TPP の影響評価のことについて、そこのどういう形で、どういうものが出てくるのかという、今、出せる範囲で考えているので、今回の TPP 交渉結果を踏まえた経済効果分析については、もう皆さんにお承知の通り、内閣官房が中心になって進めているところでありまして、内閣官房からは24日にも公表されるのではないかと伺っております。また農林水産省においても、この資産について必要な協力を行って現在公表に向けた作業を行っているところであり、内容については前回の平成25年3月の政府統一試算において公表したということも踏まえて、今回の公表を予定をしております。自給率どうするのかというご質問がここにもありましたけれども、25年3月の政府統一試算においては、農林水産物の影響に加えて食料自給率への影響も合わせて公表したところでありますので、今回も同様に公表を求めています。
お願いします。はい、国立競技場の案が A 案のところに使ってまいりました。まあ、どちらも木を大量に使っていると思いますが、はい、安定供給の面であるとか、そういったところ、国内の PR どんなような形で生かしてしっかりお考えですか。まあ、あの今回新国立競技場の2つの設計計画が示されて、木材を対応したデザインであり、大変喜ばしく思っております。まあ、大きな期待も持っているところであります。国内外の多くの方々に日本の木の文化や伝統を世界に向けて発信するとともに、我が国の木材建築や実力を実感していただくまだとない機会になるというふうに考えておりまして、関係省庁、業界とも連携をさせていただきまして、競技場に使用される木材を国産材で円滑に供給できるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。まあ、A 案、B 案、それはもう私の立場で申し上げることはありませんが、A 案に決まったんだったら、それはそれなりにいいことだったなと思います。関連して、はい、もうオリンピックですと、今国際認証がある材料を使うように求められることもあるようなんですけれども、まあ、例えば木材だったり、FSC とか考えられると思うんですが、うん、もしそういうような決まり事ができた場合に、十分に対応できる供給力はあるでしょうか。もう少し時間がありますので、そういうことも全て調べて、対応できるようにやりたいと思います。表示の関係なんですけど、こちら7分の1に登録されましたけれども、第1号というのがありますか。非常に悩ましいところでございまして、1号をどうするかというのは、あれ抽選であるんじゃないか、抽選で決めるそうでございますので。まあ、皆さんやっぱり1番を非常に強く望んでおられるところですけど、みんな一番ってわけになりませんので、他にございませんか。時事通信の話なんですけど、はい、GI の制度なんですけれども、はい、今回初めて登録が決まったということですが、今後 の、 輸出促進に向けて、海外と他のところとの統合認証みたいなまず、すでにですね、50を超える産品について、登録申請がなされておりますので、スピードいかず適切に登録を進めるということが大事なことだと思っておりまして、当面は1ヶ月に1回を目途に、地理的教授登録に関わる学士経験者委員会を開催をし、順次登録を進めてまいりたいというふうに考えております。それと我が国の高品質な農林水産物との輸出促進を図るためには、輸出先国での地理的表示の保護が必要であるというふうに思っております。まあ、TPP において国際協定による GI 保護のルールが規定をされたことを受けまして、我が国も他国に遅れることなく、諸外国との間で GI の総合保護を促進する必要があるというふうに考えております。まあ、このために、現在、諸外国との GI の総合保護の総合保護を円滑に実施できる制度を整備するため、地理的表示法の改正を検討しているところでありますので、速やかな対応をしたいと思います。